私ナゴヤドームにお邪魔させていただいていて、はい、福岡からね、せっかく来たので、はい、顔と名前を覚えてもらいたいと思います。はい、一人ずつ自己紹介させてもらいます。はい、私は2014年ハニーズリーダーのリーダーです。ありがとうございます。はい、続いては、はい、ハニーズ4年目ハニーズ1長身のアサミです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いては、はい、皆さんこんにちは、同じくハニーズ4年目のナチです。特技は猫と話をすることです。よろしくお願いします。はい、猫と話ができます。はい、続いて、はい、皆さんこんにちは。わー、ありがとうございます。3年目サブリーダーのまどかです。雨の中見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。天気は悪いんですけど、私たちが元気いっぱい応援しますので、これで雨吹き飛ばして頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけど、はい、ありがとうございます。いっぱい拍手してくれたね。はい、ありがとうございます。雨の中、雨がちょっとひどくなってきたので、濡れて風邪ひかないように気をつけてください。気をつけてください。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、私たち今日もチアドラさんと一緒にコラボさせていただくんですけど、はい、次はね、チアドラさんがヤフオクドームに来てくださって、はい、一緒にコラボするんですけど、はい、ちょっと一人ずついろいろ語ってもらいたいなと思って、はい、アサミ何にしようかな。何する？何がいい？何でもいいよ。決めて。名古屋のことについて教えてもらおうかな。はい、博多弁で。博多弁で。はい、OK です。はい、私名古屋今回で3回目なんですけど、はい、昨日ね、みんなでね、名古屋名物を食べたいねっていう話しよって、で、今日お昼に味噌カツを食べてきました。うん、めっちゃ美味しかったよね。バリ美味しかったから、みんなで、うわ、やばいやばいやばいって言いながら、しかも、あさみはめっちゃ食べるんですよ、量を。なので、ナチが今日全部食べれなくて、一杯丼を食べれなくて、あさみが、ナチ食べれんなら食べていいみたいに言って、めっちゃ食べたよね、ステージ前なのに。ナチの分まで食べちゃいました。そうそうそう、大食いなあさみですね。はい、まだね、今夜、うん、あるので、手羽先を食べたいなと思ってて、はい、手羽先に美味しいお店見た、美味しいお店どこがありませんか？山ちゃん、ちょっとググります。ググりますね。ありがとうございます。ぜひ行ってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、ナチは、はい、博多といえば、うん、やっぱりラーメンかな。ラーメン、うん、ラーメンの PR をしてもらおうかな。ね、はい、もう博多といえば、うん、まあ、皆さん豚骨ラーメンだと思うと思うんですけど、まあ、はい、その通りで豚骨ラーメンですけど、豚骨ラーメン、博多には、うん、博多ラーメンには麺の硬さの種類があって、うん、で普通、肩、うん、バリ肩、バリ肩、何やったっけ、針金、うん、最後が粉落としって言うんですけど、粉落とし、そんなのご存知ですか？実は昨日ステージでもこのこと喋っちゃったんですけどね。そう、喋っちゃったんですけど、粉落とし、粉落としっていうの知ってますか？あ、知ってる。知ってらっしゃいますか？でもやっぱたくさんの方は知らないかもしれんけど、うん、粉落としっていうのがですね、もう本当にラーメンをさっとくぐらせたみたいな、お湯に、まあ、粉を落としたぐらいのやつで、そんぐらい硬いのが博多人には好まれてるの で、 そうです、まあ、名古屋のみんなにもね。じゃあラーメン屋に行った時は、うん、ランチはどんな感じで頼むと？もうラーメン屋に行った時は、うん、まあ、これのれん開けますよね。はい、開けました。バリ方でこれで博多に来た時はラーメン、もう一回しまうかな。はい、ラーメン屋来ました。だからのれん開けました。バリ方でー覚えましたか？分かりました。2回やったらもう大丈夫かな。はい、これぐらい早く注文していただくと、はい、喜ばれます。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてはまどか。はい、まどかには、はい、そうだね、博多弁、まどか博多弁バリバリやもんね。そう、うん、博多っ子なんで。そうなんですけど、ね、なんかみんな今、うん、結構博多弁で喋ってわからない言葉とかありました？なかったかな。なんか結構博多弁ってもう無意識にベラベラ喋ってるみたいで、うん、なんか遠征とかね来たらなんか
かチアダラの女の子たちみたいになんかチアの子たちに博多弁めっちゃ可愛いって言われるんですけど、うん、ね、結構人気やない？そう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 自分で言うのもないよね。まあ自分で言うのもなんですけど、ね、なんか例えば今さっきバリーとか使ったんですけど、バリカタみたいにとてもっていう意味でバリーって使ったり、あとバリとかバリってしょ、なんかとてもって意味で近っぱ、近っぱ言うね言うね、そうなんか、うん、バリカタって言うとなんか近っぱ硬いみたいな感じで、うん、とても硬いっていう意味で近っぱって使ったり、うん、あと有名なのが私ご紹介したいんですけど、うん、ここの席取ってるのっていう意味で、うん、トットトそうここトットトみたいな、でトットトって言ったらその人がうんトットトって言うんですよ。もうトワトワって言うよね。はい、行きましょうか。そうそうそう、あ私が言っていい？うん、オッケー。ね、この席トトトトトト、ちょっと覚えたら使ってみてください、ね、てください、はい、お願いします。あ、すいません。じゃあ最後に、はい、名古屋の皆さんに向けて、はい、名古屋から博多弁で気持ちを伝えたいと思います。はい、じゃあ一言で、名古屋の皆さん近っぱしいとうよ。イエーイ。ありがとうございます。千代原さんと今日も最後になってすっごい寂しいんですけど、はいはい、コラボダンスグランドでさせていただきますので、皆さん、はい、よかったらぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。じゃあ最後の締めの曲になりましたが、はい、ホークスといえばこの曲です。この曲ミュージック